らにショックなことにちょっと似たのが何それ、それは違う、何これは、それ一緒じゃないですかそれ。でこれが工事用の黒板、あの工事の工事現場で大きい、本当は大きくて工事ってなんか途中の様子を写真撮らなきゃいけないらしいんですよ、うんうん、これ冗談グッズじゃなくて、冗談グッズ、リアル、あ、リアルグッズなんですか。そう、本当に現場の人用のやつ、ね、そう、本当は工事現場ってこう大きい看板、ね、黒板で書くんだけど、これは自分でこうやって、うん、あの、ね、その手持ちで、あ、マンション建設中って書いて、ね、建設中なんとなんか土台工事って書いて、あ、そうなんですか。でこうやって撮れるっていう、一人で作業、一人で作業できるっていう、してる人は大変なんだね。でこれがなんかチョークもついてて、工事名、工事しないじゃないですか。そう、うん、工事しないのに買っちゃうからね、あの、なんで買ったみたいになっちゃうんですね。いやでもこれも例えば場所、あ、これチョークもついてるんですか。そうそう、休憩でカツ丼680円なんて普通は書かないのを書いて、はい、そう、面白くデイリーの、ね、そうそう、撮影とかもこうやってさ、こうやって撮れるじゃん、はい、メモを書いて撮れるみたいな、そうそうそう、あともっとこういう工事から一回離れて、はい、工事から離れても早速離れて早い、離れてもこう消えねえ、チョーク消えない、いやこれなんか水で消える、そのそれコーヒーじゃないの、大丈夫だよ、マジで油ついてるもので消さない方がいいんじゃないの、現場はほらそういうことじゃないからさ、現場なのかここ誰なんだろう、分かんない、そう、真面目、怒られちゃったね現場の人に、だから動画撮るからさ集まれって言われてさ現場はそういうことじゃないから怒られて全然腑に落ちない、コーチの人なんですよ、腑に落ちない、監督はねちょっとピリピリしてるんですよきっと、コーチが遅れてるのかな、ゴールさん、腑に落ちない人とか書くと、そう、キャプションをね、キャプションをつけられるっていう、うん、ことなんですよ。キャプションでつけりゃいいじゃないですかね。そう、でも、CMS が、うん、CMS のね、キャプションのところを、キャプションっていうところがあるからね、チェックしとけばね。そう。まあでもね、でも面白い写真に。なるじゃん、こう腑に落ちない人って言って、うん、ほら、なるほど、あ、そうですね、落ちてほらね、完全に落ちてるよね、そうするとほら工事現場のこう腑に落ちない人が現れたんだなってで、うん、うんってまだ落ちてない、これがね、これ最近買ったんです、はい、でこれでなんかスカバでなんかラテとか飲んでラテって書いて、はい、なんかそういう何でも工事現場みたいな記事になるかなと思ったけど、まあそんなウケねえなその記事と思って、なんかやる前にテンション下がっちゃったんですよ。まあやったところで工事現場のその写真があんまり一般的じゃないし、ね、そう、まあやったところでなんか20いいねぐらいかななんて思っちゃったんで、はいはいはい、そう、その記事まだ見てないですね。まあこれほら一人撮り工事黒板、本当だ、裏はねホワイトボードなんだけど、うんうん、やっぱりね現場だと黒板の方が反射しないからいいんだって、あ、でね、モノタロもレビューに書いてありますよ、現場の人が、なるほど、でこれを買って、うん、買って俺のガラクタ引き出しにしまおうとしたら、ガラクタ引き出しがあるんだ、あるなす引き出しにしまおうとしたらね、あら、あのもう持ってたのそれ、なんか過去にある、なんでいらんって、一回いらんって分かったらもういい、いやこれ多分3年ぐらい前に買ってさ、いらないなってなったんでね、そう、3年ぐらい前に買って、すごい、いらなかったんです、やんねえなって思って、回復力すごいですね、いや綺麗さっぱり忘れたんでしょうね、そう、綺麗さっぱり忘れて3年の間にね、そう、また同じことを思ったわけですよね、そう、変だよね、すごい俺だってこれもさ、記事になってないんですよ、なってない、記事になってなく
って、うん、だからなったらもう、ダメだなってなったわけじゃん。そう。だこれちょっと違うのはね、これが違うのは、あれなんかこれ、なんかネジが足んないかな。なんかね、これこっち側もほら、三脚。カメラがつけれるの。カメラにつけられるの。はいはいはい、はい。カメラにつけて撮れる。固定して撮れるんだ。そう、うん。ちょっといいやつで、多分これ3、4年前、5年前くらいかな、買って。5年くらいでもすっかり忘れた。すっかり忘れた。忘れた。あれで発明だって、うん、そう忘れたんだけど、捨ててないんだよね。そうだね。多分次は5年かかんないですよ、きっと。そうだね。次は多分2年くらいだ、うん、これさ、でも、この前5秒の20秒の動画撮るときに、うん、もう一個持ってたじゃん、透明の。あ、持ってた、持ってた。だから実はもう一個持ってた。三つ持ってて。三つあるんだ、キャプションって前撮ったのが書いてあるんだけど。これいいじゃないですか。あ、もう使ってるじゃないですか、古墳の時。でもね、古墳って書いて、撮って、どうすんだこれって思って。でももう、それだったらもう一回やってた方がいいですよ、もう。もう一回買っちゃうから。そのさ、三つ使って、うん、あの、ね、俺はこれ買いがちっていう。そう。そうだ。3回も買ってるわけですか。やばいね。そう。いや、もうやっといた方がいいです、一回それ。ね。一回やっといたら覚えるから。そう。これはでも、記事にした方がいいですよね。一回記事にしたら覚えるから。からその透明の入れると3個持ってて、1個は恥ずかしいから西村さんにあげたんですよ、この前。あげたんですか。もう、西村さんこれ使えなよって言って、便利だから。人に。人に。便利だから、便利、だから便利に自分が使ってない、ね、使ってない。で、さらにショックなことに、ちょっと似たのが。何それ、それは違う。何これは、それ、一緒じゃないですか、それ。やり口これはね、違うの、これミラーになってんの。わかんないんだ、これ。なんで買ったかも。これこういう形状のものが好きなんですか。これさ、こういう形状のもの。あれだよ。多分なんか、こうして自分を写して、風景に。多分ね、そう、俺は、これ本当は多分隙間の。そう、あのね、あれだよ。そうだね、裏側見るやつ。テロの対策で、車の後ろに爆弾があるかとか見るんですよ。そう、こう、多分そういう、そうそうそう、下を覗くためのものなんですけど、多分俺は、自撮り、自撮りの顔入れたようとして買ったんだと思う。ポールボリア的に使おうとしたんだよね。そう。でも撮ってる自分にできると思って買ったんだよね。多分。うん、多分。ワイプが入る形状のものが好き。こうやって。あ、ね、うわぁ。怖い。あれさ、これ意外にさ、こういうのが撮りたくて。遠くにしないとさ、自分の顔が、全然さ、これさ、ただこういう形状のものが好きなんじゃないですか。そう。で、お、まあ、いろいろ。俺、刺し棒についてる、ね、俺、これね、伸びるものがね。ちょっと3つ目ぐらいが怖かったよね。俺ね、その棒の先に、板がついたものがあると買っちゃうんだよね。絶対さ、まだもう1個ぐらいなんかありそうだよ。だから、1個は西村さんにあげたってあるから。そうだけど、うん、でもありそうだよね。もう気づいてない。もう1個ぐらいあるって。まだまだ続きますね。そう。俺の、ちょっとこれ、いや、ちょ今度こういう棒のやつ持ってきたら私たちちょっとハッてしちゃう。いやもう大切持ってるよ。買っちゃった。もうこれ持ってるでしょって。買っちゃった。ね、でもこれはちょっと言わない、言えないね、ちょっと。あの最近 IKEA で買った棚の引き出しが一個が全部これ。棒っていう引き出しがあるんですよ。棒っていう引き出しがありそうで。特殊すぎるでしょでも。そうですね。こだわりが。ジャンドさん、ちょっと GoPro 持つから、あの面白いから、スマホで。ただね、これね、違う、あの、すごい伸ばさないと顔が全部入んないんだよ。そうだよね、さっき俺一部だったもんね。だってこのぐらいしか入ってなかったじゃん。あ、これで林さんと一緒に映れるの。そう。でもさ、顔全部入んなくない？これは、あ、でもこれで一本かけそうじゃん。かけるかな。でもまあ、多分さ探せばさ違う板がついてる棒はさ、うん、やっぱいっぱいあるはずだから。しかもこう伸びるタイプが好きなんですよね。そう伸びる、伸びるタイプで、うん、伸びるタイプでこれだっけ三脚穴ついてるんですよ。だってこれ。そういう問題だよね。めっちゃ押されてるんだけど。棒。はい、棒俺は棒を買いがちでちょっと恥ずかしいっていう。そうですね。いやもう置かない、置かないですね、見てると。いやでもこれは出していった方がいいですよ、やっぱり。これもうそうなんで今動画にして成仏できました。はい、ありがとうございます。